私の作品は絵画という形式で世界というものを考えていこうという絵画です。何かを考えるときに具体的なものがあると間接的すぎてかえって難しくなることもあります。私が選んだのは物事の性質を考えるときに使う抽象化という方法、つまり絵画でいうところの抽象画となります。そこにあるソリモ型は2007年から描き始めた連作です。現時点で130枚くらいあります。大きな円から描き始め、徐々に小さな円を連ねていきます。円の動きは上から下、ひたすら続けることによって絵画にしています。この作品は絶対的に揺るがないコンセプトが基盤にあって、その上にその時々で変化する異なるテーマを載せて描いています。作品コンセプトは私の絵画を作っていくのになくてはならない理念、最も大切な秩序です。抽象化というのは対象の本質だけを抜き出して他は捨てるという思考法。私の絵画でも同じことがされています。しかし本質だけ、理論武装だけでは机上の空論になります。人の心にダイレクトに響いていきません。そこで次に大切になってくるのがテーマ、私が実際に感じた実感です。作者が実感を持って描いているものは少なくとも作者にとっては一つの現実であり、虚構の世界っていうのではありません。その現実を作者がきちんと作品に込められたなら、大切なことは絵画が自分で皆さんに語っていきます。しかしコンセプトもないテーマだけの作品ということになってくると、バランスを欠いてどうしても作家が自身を特別視したものにするしか選択肢がなくなっていきます。自分というものは一体どれほどのものなのでしょうね。その思考の歩む先は私の考えるいい作品とはかけ離れたものになります。どんな時も特別なのはあくまで作品の方で、芸術家の方ではありません。このように秩序としての理念と偽りのない実感、精神性が合わさって初めて私の絵画となります。絵画自身の自立が成立するんです。絵画の中に全てを閉じ込めて、私の存在がなくなっても私の作品が絵画として自立し続けられるように一枚一枚大切に描き上げていくことを常に目標にしています。先に全体というものがあって、そのためにかけらを集めていくという感じなので、どうしても思考と直感っていうものがキーワードになってきます。でもそれもわざわざこう探しているっていうわけでもなくて、常に絵のことがそばにありながら生活をしているので、自然な流れのうちにこう次々と結びついていくという感じですね。私は集中力がとんでもないそうで、20時間くらいとか平気で描き続けてたりします。例えばこの作品は描いていた時の記憶がほとんどありません。記録を見る限りでは1ヶ月以上かけて描いていたと思うんですけど、でも覚えてない。と言っても別に変なことっていうことは起きてないと思うんですね。集中を切らずに生活するように切り替えてから、いつでもすぐに制作に入れるし、いつでも新しい作品を生み出せるし、まあ、ずっと書いてられるようになったというか、何時間も何日も何年もものすごく集中し続けて作品と向き合ってると、歯があちこち欠けたりとか、知らない間に夏が終わったりとか、
救急にも何度も運ばれたりとかして、まあ、めちゃくちゃなエピソードはやっぱりそれなりにたくさんあるんですけど、でもそういうことも含めて絵を描くっていうことは、まあ、この上なく限りなく私の中では楽しくって何よりも幸せなことだなって思ってます。集中と思考と直感と制作、私の中では全部同じことです。美しくあるということ、美術ですから絵画としてまずは美しくありたいですよね。ともすればギョッとするような作品ではなく、どちらかというと心が洗われるというか、ずっとそばにいたくなるなっていう方が私は美しいと思っています。その方が光があって希望に満ちていますよね。だから圧倒的っていうのではなくて絶対的という感じです。他人を脅かすということは好きじゃないです。制作というのは自分の気分で荒れていてはいけません。理性と知性を持って常に真摯に取り組まなくてはなりません。妥協やごまかしは作品への裏切り、そういうものは全て当然ですが自分に返ってきます。でもだからといって肩肘を張りすぎてもいけません。ふんわりと視線体でいることです。画家は作品があって初めて画家です。画家は作品のために生かされてるだけなんですよ。今回のテーマは何連作にもなっています。そろそろ20枚くらいになるのかな。今までは基本的に1テーマにつき1枚という感じで、まあ、様々なものを描いてきました。でも今回のものはどうやら少し特別のものなような感じで、ちょっといろいろわけが違う。実際に視覚で見えるというわけではないんですけど、この辺り、この辺りに何かこう浮かぶことがあるんです。それをそのまま絵にしたりしなかったり、まあいろいろなわけですけど、今回はただこの言葉がふーっとこう現れて、2019年の3月くらいのことでした。でコンセプトに出会った時と同じような感じがしていて、きっとまた私は結果だけを渡されたのだなと思ってます。書きながら紐解いていかないといけないなと。こういう直感にはいつもほんの少しの敗北感がついて回ります。こちらの2枚は今回のテーマで描いているもののうち出来たてほやほやの最新作です。こっちの緑の絵は私が見たもの、体感に近い視線です。光を光としてだけ捉え、特に伝えようとはしていません。より絵画としての自立に注力しました。一方こちらはその時の光景の一部を客観的に見たものです。もしかすると皆さんにとってはこちらの方が馴染みやすいのかなと思います。でも好みとか感じ方とか絵画としてどうなのかということになってくると、また別のお話になってくるのでしょう。この作品を描くときに気がついたことがありました。あの時見えたその場所はどこかお部屋のようなところでした。それを私が把握できているということは色や形があるということです。ということはそのお部屋には光が存在しているということです。ということはその場所は光が差してきているどこかとつながっているということです。ほんの少しのことで隠れてしまったり
光が見えなくなってしまうこともあるかもしれません。しかしこの世界に光は初めから存在しているのです。つながろうアート。